皆さんこんにちは、ダイスです。今回はドラクエビルダーズ2やっていきましょう。最近私の空っぽ島雨率が高い。なぜでしょう。ネズミの雨とは言うんですけど、なんかね。はい、お腹も満たしたのでやっていこうと思います。今回から青の開拓地の開拓レシピを埋めていこうと思います。ここだけ20分の8で一番終わってません。で、お部屋を作ろうと思うんですが、こだわりホテルを作ろうと、あとは更衣室を作ろう、この2つがすぐできるかなと思うので、それをやっていきます。料理が埋まってない。これもやらないとだね。あとはムードの異なる部屋を作ろうも、あと2つ作ってないムードがあるみたいなんで確認もしたいと思います。お風呂場の前、ここにお風呂の更衣室になるのかな。一つ更衣室作ってみます。とりあえずなんかクローゼットとかタンスとかは作ったので配置していきます。明かりもいるよね。なんか必要そうなものが何かよく分かってなかったので、とりあえず何かを置こう。ドレッサーとかも確か更衣室に必要だったはず。あと椅子はいりますよね。その他今ドアついてなかったからドアもいるんだけど、その前にキャビネットっているのかな。タンス、こっちも用意してみよう。キャビネットとタンスって収納系の家具で同じなのかちょっと分かってないので、とりあえず置きます。あとここ使わないから、あー、指導君に話しかけちゃった。ついたてをね、持っていこうと思います。 A ボタンじゃないんだ、間違えた、ごめん。 ZR、 よし。車の前だからね、とりあえず置くようにします。必要かどうかわかんないんですけど、この辺開くもんね。あと何、みんなお風呂の時間だ。順番越してる。これここに作ったらあれなのかな、更衣室の前で着替えが始まるのかな、どうなんだろう。なんかね、たらい系もね必要みたいだったんで作ります。どっかにあるよね。あ、やっぱこれだとできないんだ。あ、ただの更衣室になった。あれ、こっちでいいの。あれ、お風呂の更衣室じゃないんだ。できた。お風呂の更衣室を目指してたからたらいもいるでしょって思っていたんですけど、まあいっか。とりあえず開拓レシピは1つできました。多分ちょっと手を加えると違う更衣室になると思うんで、作り替えしてみたいと思います。3種類ぐらい確か更衣室があるんですよね。で、みんなここでちゃんと着替えてくれるのかな。なんかドリンク持ってきてるけど。あれ、まあいっか、次だね。無事にお風呂の更衣室は出来上がりました。たらいとタオルを追加したらできたんで、バニーの更衣室を作ろうと思います。同じくクローゼット、あとタンスね。ペロちゃんの部屋作った時みたいになんかお花が必要そうだったんで置きます。植木鉢の花でいいのかわかんないんだけど、とりあえず置いてみよう。これね、生け花、机の上に置かないとダメなのかな。あとカーテンみたいなのもつけてあげたいけど、まあいいか。どうだ、椅子とかないからまだできないね。え、ここにもドレッサーは必要なのかな。机はとりあえず置こうと思います。椅子に行こう。椅子だけ置いてみたらできないんだ。え、やっぱりあれですか、生け花は机の上。2つ置いたんだけど認識は違ったようですね。これでいける？どう？
なんか足りない？何が足りない？あ、樽？壺？とか。袋は道具屋さんとかじゃないから必要じゃない気がするけど、なんか樽かな。まあ、ちょっと明るくしていこう。樽でした。探したらレシピ載ってました。これでいけんじゃない？やったー、バニーちゃん。これで量産バニーができる。誰がバニーに変わってくれるかは分かんないんですけど、とりあえずバニーの更衣室まではできて、更衣室は3つ埋まりました。すごいね、樽なんだ。さすが酒屋のじゃないや、バーテンダーさんの娘さんのバニーさんだね。部屋レシピ確認します。バニー、バニーニューって多分入ってる。あった。ここからお風呂にしてバニーの個室で、ここの2つなんかありそうなんですけど、ちょっと分かんないので次違うの作ろうと思います。あ、ね、プールの更衣室なるものもあるみたいだったんで今作ってたんですけど、ね、上手にできなかったんですよね。パラソルの数なのかな。で、あ、タオル、タオルでいける？あ、いけたいけた。そっか、パラソルとタオルなんだ。さっきこれがなかったからいけなかったんですね、きっと。ちょっと確認します。1個ずつなのかどうなのか。更衣室は4種類で終わりかな。1個ずつですね。タンスと明かりとタオルとパラソルだけでできたんだ。あ、なんかいろいろ余計なものを置きすぎた感じですね、これは。なんかやらかしちゃったけど、まあいいか。ついでなんで、途中までプール作ったんですけど、プール認識してくれなかった。あの水たまりとこのプールの更衣室をつなげちゃおうと思います。これ一回全部外さないとダメな気がするんで、外そう。結構時間かかりそうだな。一応ね、部屋の認識にはなってたんですけど、ならなかったの。あれどう？結構変えたよ。パラソルも置いたし。ダメ？まだダメ？階段じゃダメだったっけ？え？あ、ドリンクがないし、机がないんだ。それ作ってこようかな。これでどうですか？机。常夏プールみたいな名前なんですけど、どうだ？あ、ドリンクテーブルになっちゃった。え、いい？え、まだ？ドリンクテーブルじゃない？豪華さ上がったんだけど違う。豪華さ上げたかったわけじゃないんだけどな。え、なんでだろう。これはドリンクテーブルにしちゃうと良くないのかな。え、他になんかありましたっけ。はしごらしいです。そういえばなんかオッカノルで作った時はしごありましたよね。これそんな寝耳に水だよ。はしごかかってればいけるの？あ、いけた。プール、あ、できたできた。常夏プール。なんかドリンクは机の上に置いちゃいけなかったみたいで床行きにしました。これで水着が解放された。色変えられるんですけど、とりあえず赤い水着を4個ぐらい置いとこうかな。これ常夏ドリンク、これができなかったみたいです。で、プールの方ではしご必要だったのが、私これ忘れてたからだ。あ、着替えてくれてる。やったー。今ですね、プールの更衣室のクローゼットの中に水着を入れてたんですけど、入れなくてもなんか着てくれてました。4つ作ったんだけど、また何かあった時に自分用の着替えでここに置いておこうと思います。こう入ってくるともう自動的に水着なんだね。ではホテルを作ろう。やりますか。
更衣室は終わったもんね。ホテルの方がなんか荒くれのホテルあるからできるんだと思ってたんだけど、さっきちょっと見てきたら全然違ったんで、とりあえず受付から作ろうと思います。こんなもんでしょ。これダメなのかな、ホテル荒くれとつなげてもできないのかな。とりあえずやってみよう。で、机の上に明かり置く。あとは記帳をするから文房具、あ、こっち側から書くみたいになってる。逆で、これでドアつけたらできる。そんな感じかな。ここのピラミッドの中もなんかいびつになってきてしまってるな。2段目のピラミッドの位置何にも使ってないから、本当はそこにホテル建てればよかったんですけど、横着をしてしまいました。後ろに本棚置いとこう。いっぱい作ったから、こう図書室と、なんだっけ、もう一個なんかできてるんですけど、そこからもらっても壊れませんね。2つぐらい置いといて、で、まだなんか必要なものがあるのか確認しようと思います。壁掛けが必要らしいです。どっちがいいかな、派手な壁掛け布、これはどっちでもいい気がする。壁掛け系って多分2つなんだけど、これグリーンパネルは実はあの緑の開拓地に1個置いてあるんですよね。それこっちに持ってくればよかったのかな。どう、なんか色合いが違う気がするからこの辺につけとこう。あ、できたできた、受付ロビー。あれ、でもホテル認識にならない。え、荒くれのホテルじゃダメなの。ドア続きで一応奥がホテル荒くれなんですけど、え、これダメ、個室作んないといけないのかもしれないんで、ちょっと改造しよう。え、どうしよう、どこに個室作ろう、これやっぱこれここか。へー、困った。なんかやってるね。そろそろご飯の時間ね。なんか怒ってなかった今、おんばさん。どうしよう、え、どこに作ればいい、個室。あ、わかった、相当変えました。お風呂の更衣室が激細になってしまったんだけど、まあしょうがないよね、こういうことじゃない。あ、なんか足りない、机とかかな。いや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 、ロビーの豪華さを上げたかったわけではないんだけど。なんで、壺、机、明かり、ちょっとわかんないんだけど、机でどうだ。来た、初めての、あー、これでいけたよ、ホテル完成。こういうことか。あ、これは2階に作ろう。今度ちょっとこれを2階に作って、2階がホテルっていうことにしようと思います。なんか細いね。白地見えないし、まあでもできたからいいか。すごく細いけどできました。誰が泊まるんだろうねここ。リゾートにしたいって言われて作ってたじゃないですか、赤の開拓地って。でも10人しかいないからホテルに泊まる人いなさそうなんだけどな。ちょっと広くします。これでどう、ちょっとは住みやすくなったかな。ということで2つ開拓レシピ完了しました。まだ残ってるので、ここの開拓を今後も進めていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!